百聞は一見にしかず。ウォッチモジョジャパンへようこそ。今日は特殊効果で再現された俳優トップ20全編をご紹介します。このランキングでは大スクリーンで驚異的なデジタルメイクを施された俳優や女優に注目します。30歳若返ったとか、墓場からデジタルで蘇った例を見ると、いつまで生身の俳優が必要なのか疑問に思ってしまうくらいです。第20位、ロバート・ダウニー・ジュニア、キャプテン・アメリカ・シビル・ウォー。マーベルファンは2016年のアベンジャー対アベンジャーのガチンコ対決シビルウォーでダウニー・ジュニアが主役になることを期待していました。10代の RDJ が衝撃的なほど正確に、そしてハンサムに登場した時は1980年代に戻ったような気分になりました。10代の RDJ が家族のフラッシュバックシーンに登場したのです。このシーンを担当したのはベンジャミン・バトンでブラッド・ピットのディエイジングを担当したローラ VFX のプロフェッショナルたちです。ピットの時のようにデジタルダブルを使うのではなく、ローラ VFX がダウニー・ジュニアの実際の演技を使い、後からデジタル合成を施したそうです。そのためアニメーションソフトの動きではなく、よりリアルなシーンとなりました。第19位、クリス・エヴァンス、キャプテン・アメリカ・ザ・ファースト・アベンジャー。もしあなたが2000年代のエヴァンスの作品を全く知らないなら、2011年のキャプテンアメリカ第1作の序盤でスティーブ・ロジャース役の彼に気づかなかったとしても仕方がありません。高校のチェスチャンピオンが NCAA フットボール選手になった時のビフォー写真のようです。私たちが期待するキャプテンアメリカの姿とは全く正反対です。つまり彼のデジタル変身は大成功だったということです。エヴァンスを結成投与前のサイズに縮めるために FX チームはデジタル技術を使ってエヴァンスの実際の骨格を小さなスティーブ・ロジャースのそれに縮小しました。第18位、ジョン・ウェイン、クアーズ・ライト・スイアム。戦争映画の伝説の2人が一つの素晴らしいビールのコマーシャルに。そう、デュークは1979年に亡くなったかもしれませんが、彼もお気に入りのビールを無駄にするつもりはなかったようです。彼はフルメタルジャケットのハートマン軍曹にキャプテンにビールがあるのは新兵のせいだと非難しますが、実はそれは彼のための冷えたビールなのです。 I wanna know whose beer this is right now. It's my beer, Sergeant.そしてデュークはビールを返せと言います。ジョ・ウェインにノーとは言えません。ウェインの映像が古い映画から転用されたことは明らかですが、このコマーシャルが1992年に公開されたことを忘れてはいけません。Now what'd you do with my pretzels? Well, don't just stand there. Find the general's pretzels! 第17位、オードリー・ヘップバーン、ギャップのテレビ広告、Keep It Simple。ギャップはスキニーブラックパンツを宣伝したかったのですが、オードリー・ヘップバーンより優れた女優やモデルを見つけることができなかったようです。オードリー・ヘップバーンは洗練されたモデルであり、残念ながら13年前に他界していました。彼女の遺族から許可を得て、彼女の子供たちの基金に寄付をした後、ギャップは視覚効果のスタジオの協力を得て、彼女が1957年に出演したミュージカルファニーフェイスの映像を使用して、理想のマーケティングキャンペーンのビジョンを作り上げることに成功したのです。ギャップの副社長によると、ヘップバーンを選んだのは特にスタイルの永遠性を表現するためだとのこと。第16位、ローレンス・オリビエ、スカイ・キャプテン・ワールド・オブ・トゥモロー。ローレンス・オリビエの舞台と映画のレガシーから、このディーゼルパンク SF 映画のプロデューサーは、ローレンス・オリビエだけがこの映画の悪役である東電コップ博士を演じられると判断しました。問題は、オリビエが1989年に亡くなっていたこと。Hello, Doctor. Why are you doing this? I have been witness to a world consumed by hatred and bent on self-destruction.制作者の言い分としては、オリビエは映画では20年前に死んでいて、ホログラムとしてスクリーンに登場するのでストーリーにもフィットするということです。これはオリビエの経歴に新たな作品を加えるとともに、 BBC のアーカイブ映像を有効に活用するための敬意ある方法であったでしょう。第15位、ジェフ・ブリッジス、トロン、レガシー。ジェフ・ブリッジスが若い頃の自分と共演するというのは、よほどきちんとしたものでなければ失敗していた可能性のある野心的な挑戦だといえます。とはいえ、20年間サイバースペースに閉じ込められた主人公が若くて悪役のコンピュータードッペルゲンガーと共演するという筋書きなら試さない手はないでしょう。
これを実現するために彼の顔をマッピングし、1984年の映画カリブの暑い夏での彼の姿を元にデジタルで再現し、アクションシーンではそれを若い俳優の体に貼り付けることもありました。 I took the system to its maximum potential. I created the perfect system. 第14位、サミュエル・L・ジャクソン、キャプテン・マーベル。注意してください、このデジタルディエイジングというのはちょっとリアルになりすぎています。デジタル化されて20歳若く見えるジャクソンを大画面上で見て、私たちは自分が何年代にいるのか不思議に思ってしまいます。 Excuse me, miss. You know anything about a lady blowing a hole through the roof of that blockbuster over there? 今が2000年代なのか90年代なのか。ジャクソン自身の年齢を感じさせない見た目も関係していると、キャプテン・マーベルの共同監督であるライアン・フレックは述べています。I was never one to believe in aliens, but I can't unsee that. 70を過ぎているジャクソンですが、50歳以上には見えません。すでに若々しい彼の姿はボディダブルが必要ないほどデジタル化された若い自分を大きく引き立てていました。キャプテン・マーベルを見るまで気づきませんでしたが、早急に若いニック・フューリーの映画が必要です。Those bad guys still in there somewhere. Motherfuckin'! 第13位、ジーン・ケリー、フォルクスワーゲンゴルフ GTI テレビ広告。なぜジーン・ケリーがポッピン・エン・ロッキンを？雨に歌えばがとても1952年っぽいからです。実は VW ゴルフを売るためなんです。 B-Boy の巨匠エルスウェアは人工雨の下で凍えないように人工フェイスマスクとウェットスーツを着用し、サウンドステージで何時間もかけて映画史上最も有名なダンスシーンを再現更新しました。少々失礼かなと感じますが、ケリーの遺族が承認したことによって安心して楽しむことができます。第12位、ブラッド・ピット、ベンジャミン・バトン、数奇な人生。ピットが演じたベンジャミン・バトンは、老化や若返り技術が映画の中でいかに素晴らしいものになるか、またなりうるかを示す大きな例の一つです。 How old are you? Seven, but I look a lot older. ベンジャミンは生まれつきの老人で徐々に若返っていくので、多くのデジタル効果が必要でした。この映画の166分の上映時間のうち52分は実際には俳優が全く出演していないのです。いくつかのシーンではブラッド・ピットの顔が他の俳優の体に CG で合成された状態の彼の演技を見ることになります。いずれにせよ、この作品は現在でも十分に通用するものです。アカデミー賞のメイクアップ賞と視覚効果賞を受賞したのもうなずけます。 You are so much younger.11位のご紹介の前に、最新動画を見逃しのないようチャンネル登録をお忘れなく。更新ごとに通知を受けるかどうかの設定は変更可能です。スマートフォンでご視聴の際は設定画面で通知をオンにしてください。第11位、マーロン・ブランド、スーパーマン・リターンズ。故マーロン・ブランドはこのリブートスラッシュの続編でスーパーマンの父ジョー・エル役を1978年以来再び演じました。 You do not remember me. I am Jor-El.I'm your father. ブランドの遺族と交渉した後、ブライアン・シンガー監督はクリストファー・リーブの映画のレガシーを引き継ぎ、 CGI とオリジナルからのアウトテイクや未使用テイクを含む追加映像のおかげで、ジョー・エルを複数の角度から新しい口の動きで見せることに成功しました。その効果は超一流の仕上がり。 We shall try to find the answers together. Can he see us? No, he's dead.いかがでしたか？ウォッチモジョジャパンの他の動画もぜひチェックしてみてください。最新動画を見逃すことのないよう通知設定を忘れずに。